を記念しまして、60分間に、編集してしたものをその劇場でスクリーンで流すと。で、選手もそこに出席してトークイベントを一応行うというような催しです。一応大スクリーンでね、劇場版両国シンデレラを味わおうということですね。はい、一言。はい、私は映画が大好きで映画館にもよく行くんですが、あとは新日本プロレスさんとか映画館で上映されていて羨ましいなとずっと思ったんですけど、ついにスターダムが映画館に進出、すごいです。イエーイ、パチパチパチ、拍手、はい、ありがとうございます。いや、すごいですよ、これはすごいことだと思います。はい、これも両国大会をやったからですね。だからやっぱまた両国大会にも、両国国技館に戻りたいなと思うんですが、まあそれは置いといて、4月29日の感動を皆さんと一緒に共有できたら嬉しいと思うので、ぜひこのイベントにお越しいただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、そういうことですね。で、まあそこで来春ですけど、今ドキュメントも撮影をしてますんで、それも上映したいな。それ予告編もそこで流します。一つぜひご取材のほどお願いします。よろしくお願いします。内容的には DVD のダイジェストを考えるそうですね。 DVD は実際390分あるんですよ。超ロングランなんで、その60分間に縮小して、まあ、その後その選手も一緒に見るんで、見終わった後にトークイベントをやる、まあ、ゆずぽんも一応来る予定でいます。そんな感じで、はい、これリリースね。これね、両国シンデレラよろしくお願いします。劇場版、これね、劇場版、これ駅前なんです。劇場版です。劇場版、東西線の一貫明殿駅前、劇場版スターダム両国シンデレラ、スターダムが映画館に行くぞ。おー